ジェネラルスローカムはアメリカ合衆国ニューヨーク港を回っていた遊覧船。1904年6月15日にイースト川で火災を起こし1031人が死亡した。船名はスローカム将軍の意味で南北戦争で活躍したヘンリー・ W ・ー・スローカムにちなんだもの。サムエル・ W ・ー・スタントンが描いたジェネラルスローカム。消防隊が船で ジェネラルスローカムの消火作業に当たっているところ。打ち上げられた犠牲者の遺体ジェネラル、スローカムは1891年に建造された、両原に外輪をつけた約1300トンの蒸気船であった。当時すでに外輪船はスクリュープロペラ船にとって変わられていたが、ジェネラルスローカムは遊覧船であったため、特に古風に偽装されたものである。 ニューヨーク港からイースト川を巡る航路を回っていた。しかし救命ボートは固く固定されて取り外すことはできず、乗務員の多くは船の上での作業に不慣れな港湾労働者であるなど、不慮の事故に対する備えは極めて不十分であった。1904年6月15日水曜日、ジェネラルスローカムは約1360人の乗客を乗せて出港した。航行中、 船体中央部の物置部屋から出火した。乗務員の消火活動はおざなりであった上、不注意にも窓と扉が開け放たれたため、火は風に煽られて燃え広がった。船はイースト川を遡っていたので、その時点で川岸に接岸すれば人的被害は避けられたであろうし、付近を航行中の船も多く、また火災を知った消防隊も出動したにもかかわらず、 ジェネラルスローカムは無視して全速力で川を掃除した。沿岸には石油タンクがあり、まだ木造家屋も多かったニューヨーク市街に火が及ぶのを恐れた船長が数キロメートル先の島に船を格差させようと考えたためとされるが、これは完全な判断誤りであった。船が長時間前進したため火災は共に広がり、炎と煙に追われた多くの乗船客が川に、 飛び込んで溺死した。ようやく島に着いた際にも砂浜に乗り上げずに誤って岩礁にぶつかり、多くの生存者は火と水に挟み撃ちされる結果となった。船の外輪は回転を続けたので水に落ちた人々を巻き込んで負傷させた。何隻かの船が現場に急行してわずかな生存者を救助したが死者は1031人に及んだ。船長はこの件で 懲役10年の実刑判決を受けたが、他の乗務員や船会社は何の処罰も受けなかった。その後、ジェネラルスローカムは、喫水船以下の破損が少なかったため、橋家、マリーランドとして修復され、運用されていたが1911年12月11日、沈没した。1994年、クライブ・カッスラーたちにより、その沈没地点が特定された。 外輪船は、積載量の多少によって喫水が変わると推進力も変動して不安定であり、効率も悪い。また、船から落下した人が、外輪に巻き込まれて死傷するなどの欠点があった。Search for the Zenneral s l o a m 2009年9月29日閲覧。z ネラルスローカム火災事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。